今回は広末涼子さんのことについてご紹介します。広末涼子さんは1980年生まれの女優さんです。彼女のデビューのきっかけはニキビケア商品の大手メーカーであるクレアラシルの CM オーディションでグランプリを獲得したことです。女優としてはビーチボーイズや聖者の行進などが彼女の代表作になりましたね。彼女は NHK 紅白歌合戦にも出演します。初主演の映画も公開し、舞台に立ち人気絶頂の頃、事件が起こります。この事件こそが灰皿事件と呼ばれる信じがたいことです。元来暴走族として結成されたグループの関東連合でしたが、チーマーや半グレ集団と時代とともに変化し、六本木に進出しヒルズ族と交友関係を築き上げていきます。この灰皿事件の頃には六本木や西麻布のクラブに居座っていた関東連合でしたが、そこに遊びに来る芸能人と深い関わりを持っていました。その芸能人の一人に俳優の金子健さんがいると言われています。ネットには関東連合の人や関係者と共に写真に写る金子健さんの姿が流出していて、関係は確実のようです。そして当時付き合っていたとされる彼女も一緒にクラブに出入りするようになり、関東連合の人物と関係することになります。関東連合には医薬物の密売人がいたとされています。そこで彼と付き合い関東連合と席割ってしまった彼女は当時医薬物をしていたのではないかと言われていました。金子健さんとクラブ通いをしていた彼女はクラブの VIP ルームで一緒に薬をしていたという噂がありました。またある番組終了後にフラフラになって出てきた彼女を目撃したことにより薬をやっていたからフラフラになっていたのではないかという噂もありました。医薬物の虜になっていた彼女は薬漬けとなっていたようです。薬欲しさに金子健や関東連合関係の人の言いなりになってしまいます。彼らは彼女に薬物が欲しいならとクラブのテーブルにあった灰皿に脱粉するよう要求します。そして彼女はテーブルの上に座り要求に応じました。これが世間で噂された灰皿事件です。彼女はその時酔っ払っていたのか薬物を摂取していたのかはわかりませんが、通常の考えができない状況だったのではないでしょうか。これと同じ頃、他にもおかしな行動が多々ありました。1995年にクレアラシルの CM に出演してから約5年ほど経った頃、こういった気候が集中して多々あったので、この気候の原因は医薬物のせいではないかとも言われていました。なぜならその頃はちょうど、金子健と付き合っているとスクープが出た頃で関東連合と、つながっているのではと噂された頃だったからです。数年が経ち、関東連合 OB により関東連合の内部事情が、いろいろと暴露された時に、灰皿事件はデマだと否定する話が出てきました。当時の関東連合の幹部が美人が脱粉したり放尿するのを、見るのが好きな性癖の持ち主だったという噂もあります。そこから灰皿事件につながってしまったのかもしれません。灰皿事件を紹介した際、金子健さんとの付き合いの中で関東連合と関係が深まったと紹介しましたが、金子さんと別れた後も関東連合と関連のある人と付き合うことになってしまいます。そのせいで彼女には関東連合という言葉がついて回っています。彼女は通っていた大学を3ヶ月休んだり、最終的には仕事に専念すると言い中退しますが、その2ヶ月後にモデル兼デザイナーの岡澤隆弘さんとの間に子供ができたとして結婚します。彼女は後にこのできちゃった婚をした理由を、子供でもできなければ結婚もさせてもらえなかったと語っています。そのできちゃった婚をしたお相手の岡澤隆弘さんも、また関東連合と関係のある人でした。岡澤さんの小学生の頃からの地元の先輩が関東連合にいた人で、当時その人に助けてもらった恩もあり、一緒に不良グループを結成した過去があり関東連合と関係があると言われていました。広末涼子さんは2003年12月15日に岡澤隆弘さんと結婚、2008年に離婚しています。その離婚理由は様々な憶測が出ましたが、
仕事や価値観の違いで歩幅を合わせていくことが難しくなった。というのが一番の理由のようでした。ですが、実は真相は岡澤隆弘さんが関東連合の関係者との間に、金銭トラブルがあったからだと言われているのです。広末涼子と川名剛との関係は？この男性は関東連合の元リーダーで、医薬物の密売人でした。2010年には朝青龍暴行事件の被害者で朝青龍に暴行され、高額な示談金を受け取った人物です。その川名剛はクラブを経営し、そこに訪れる芸能人に医薬物を売りさばいていたようです。医薬物により逮捕されてしまった芸能人とも、関係があると言われていて、その中に広末涼子も入っています。また、K と呼ばれている川名剛は自分と関係のある女性に、K とタトゥーを入れさせているとも噂されていて、広末涼子にも K の文字が入っているのではと囁かれています。広末涼子と金村武宏との関係は？金村武宏とは彼女の元旦那の岡澤さんの地元の先輩で、一緒に不良グループを結成した人物です。その後、関東連合の面倒見や後見人と言われるほど、重要な立場にいたと言われています。この金村武宏は芸能人と関係が深いと言われていて、その中に彼女の名前も出てきます。自分の女だった広末涼子を後輩の岡澤さんに譲ったという噂もあります。そして金村武宏は集団リンチ事件に巻き込まれて殺されてしまうのですが、その事件は彼女たちが離婚した3日後でしたので、この集団リンチ事件と離婚が関係するのかもしれないと囁かれていました。原譜のキャンドルジュンも関東連合と関わりがある？キャンドルジュンさんが全身にタトゥーを入れていることや、過去にドラッグをやっていたと言われていて、その2つと関東連合が合致するから関係があるのかとも騒がれていますが、関東連合との関わりがある証拠は何も出てきていません。キャンドルジュンさんがドラッグをやっていたと言われている理由は、自分で告白をしてしまったからでした。取材の時に平和活動家であるため、テロや戦争を終わらすためならタバコも酒もドラッグもしな止めると、言ってしまいました。ドラッグの箇所は早急に削除されたようですが、バレてしまいました。2003年に解散したはずの関東連合は OB によってその後も活動しましたが、六本木クラブ襲撃事件で元リーダーなどの逮捕により、2013年に事実上の消滅をすることになりました。それにより元旦那が元関東連合関係者だったということだけで、広末涼子と関東連合のつながりはありません。芸能人の間で当たり前のように行われていると言われる枕営業。売れるためにとか、役が欲しいからとか、分の価値を上げるために行うことですが、広末涼子さんは関東連合のメンバーに枕営業していたとも言われています。そのことで広末涼子さんにはどんなメリットがあるのか、知りたいところですが、敵に回すと怖いとでも思ったのかもしれません。その他、2001年公開の映画、わさびの監督である、リュック・ベッソンさんに広末さんが枕営業をして、出演を勝ち取ったという噂もあります。具体的には、リュック・ベッソンさんが広末さんの携帯番号を聞き出し、主演映画に出してやるから、という餌をちらつかされながら、東京やフランスで何度もデートしたんだとか。しかし、いつまで経っても映画出演のの話はありません。そこで、焦った広末さんは事務所になんと内緒でフランスへ、リュック・ベッソンさんの知り合いの自宅にホームステイするのです。さすが、女優ですね。売れるんだ、という執念を感じます。フランス語の学校に通い勉強したり、リュック・ベッソンさんと半同棲のような生活まで送り、やっと、わさび出演にありついたのでした。その際、彼女はリュック・ベッソンさんから、なんと S0 行為も受けていたそう。しかし、結局はフランス語がダメだったんですよね。なんとかテープに吹き込んだセリフを覚えるという形で、撮影したのですが、リュック・ベッソンさんはそのクオリティに不満だったのでしょう。撮影開始直後からメガホンを他人に渡してしまいます。ここはプロとして作品にかける思いがありますから、認められるレベルに達してないのであれば仕方がないですね。しかし、さらに彼は広末涼子にも飽きてしまったんだとか。
記者会見の際、広末さんが泣いていたのですが、これはリュック・ベッソンに捨てられたということへのショックだったんだとか、これらのことが本当ならば、かなりショックですし、表向きは明るく振る舞っていますが、精神面はボロボロでしょうね。ほとんどはガセネタだと言われていますが、どうも話が具体的で妙に信用度がありますよね。ご飯を誘ってきた中尾明さんに向かって、今日、生理でできないですけど、それでもいいですか?と言い、常習的に枕営業をしている彼女に対して親心でしょうね。中尾さんは愛の説教をしたそう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ではまた次回でお会いしましょう。